旭実章旭実章は、昇る朝日と日差しをかたどった紋章。日本の警察のほか、多くの日本の国家機関のシンボルマークとして、用いられる。日章、朝日影とも言う。家紋とする場合には、極光とも呼ばれている。 http://www.police.pref.hogo.jp コロンススララッッシシュュスラッシュバラエティスラッシュ子供スラッシュ gakushu スラッシュ situmon スラッシュ shigoto スラッシュ曲実症の光場外周は、警察、国会の衛視、刑務官などは五角形、旧陸軍の憲兵は六角形、旧優勢監察官は十角形など、 機関により、様々な形がある。また、同じ機関でも部署により異なる衣装を用いることや、日照の中に文字を入れて区別する、もの、極実章に、他のシンボルマークを配した衣装もある。日本国外では、同様の図案は、アメリカ合衆国、麻薬取締局のバッジにもある。こちらは、サンバーストという、極光、極光は、家紋の紐の一種。 同じ類の、冷やしと同じように、中央の、密とする、丸の部分から光状を放射線状に出したもので、あるが、極光では、大きな光状との間に小さな光状が入り、また、光状の端部は、他人方向へ入り込むようにデザインされている。単に極光という場合には、光状外周が八角のものを言う。ありがとうございます。